はい、今日はですね、珍しくこの画面、今日は本当はこの後ね、コロコロコミックについていた秘密のキーワードを使ってね、メロニャンをゲットする動画を上げようかなと思ったんですけど、その前になんとですね、4月2日発売予定の妖怪ウォッチの最新作妖怪三国志のダウンロード版がもうすでに買うことができるということなので、ちょっと実際にね買っていきたいなと思います。ちなみにですね、パッケージ版は、本当に4月2日にならないと買うことはできないですね。で、僕はですね、妖怪ウォッチ元祖本家の時からダウンロード版をずっと買い続けているんですけども、まあダウンロード版の購入特典っていうのがあってね、まあいつもの通りなんですけど、妖怪が手に入るんですよ。で、元祖本家の時はロボニャン F 型っていう妖怪と、あとセーラーニャンっていう妖怪がね、ダウンロード版の特典としてついてきたんですけど、今回はですね、ブチニャンチョーンという妖怪が手に入るそうです、ダウンロード版はね。で、パッケージ版の方はコマさん孫作のフィギュアストラップとコマさん孫作のレジェンドメダルですね、妖怪メダルの方で、さっきのストラップの方は早く買った人限定らしいですね。はい、画面変わりました。ちなみに、今妖怪ウォッチのホームページ見ているんですけど、ダウンロード版買うことができるのは今日からですね、3月16日からということで、実際買っていきましょう。検索なんて入れれば出てくるかな、妖怪で出てくるか、妖怪 OK、 あ、出てきてる、出てきてるね、紹介映像とかもあるし、4968円ですね。うん、これ実際のお店行くともっと安く買うことはできるんだけど、でもね、ダウンロード版はパッケージ版にないちょっとね、いいところがあって、早くプレイできるんですよ。じゃあ買っていきたいなと思います。ちなみにですね、これ買うことはできるんですけど、実際にプレイすることができるのは4月2日からですね。うん、あらかじめダウンロードすることはできるんだけど、まあ日付が変わるまではですね、多分できないと思います。行きましょう。これ結構時間かかるんだよね。あ、書いてありますね、配信日が4月の2日ということなんで、基本的には日付が変わって4月2日にならないとプレイすることはできないはずですね。うん、なんかゲット組の方はね、なんかかなり前倒しで配信されてましたけど、今回はそういうことはないんじゃないかな。購入する。あ、じゃあダウンロードも今やってしまいましょう。ちなみにダウンロードはね、まあ、通信の状況にもよると思うんですけども、だいたい30分から1時間ぐらいかかりますね。はい、ということで、まあダウンロードを今のうちにしておけばね、4月2日になったらすぐに遊べるということで、僕はダウンロードしておきたいなと思います。ということで、妖怪ウォッチ三国志を買う予定の人、そしてダウンロード版を買う予定の人はですね、もうすでに買うことができるので、ダウンロードしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。